平成26年台風第8号は2014年7月4日に発生した台風。台風の影響により南から湿った空気が大量に流れ込み梅雨前線が刺激されたため日本各地に大雨が降り各地に大きな被害を出した。新路ズ台風8号の目6月30日に中区諸島南東で確認された熱帯格乱は7月2日には グアムの南西海上で熱帯低気圧に成長し、合同台風警報センターによって、低気圧番号 08W を与えられた。太平洋上を北西に進んだ 08W は7月4日午前9時に、マリアナ諸島の北緯12度、統計142度で台風となり、アジア名のグリーと命名された。台風はフィリピンに接近、その監視エリアに入ったためフィリピン待機。 地球物理天文局によって7月5日にフィリピン名フロリダと命名された。台風はフィリピンの東の海上を北上し6日には勢力を強めて大型で非常に強い台風となり7日に沖縄に接近。気象庁は暴風と波浪による大きな被害が予想されるとして7日の18時20分に沖縄県宮古島地方に その後沖縄本島地方に台風を理由とするものとしては初となる特別警報発表。台風は8日朝に中心気圧935ヘクトパスカル、最大風速秒速50メートルの勢力を維持したまま宮古島から80キロメートルまで接近した。沖縄県では宮古島市で市内の2万5000世帯5万5000人をはじめとして、 県内の19市町村で県民の3分の1以上にあたる約59万人に避難勧告が出された。9日未明に沖縄本島地方の大雨、暴風、波浪の特別警報は一旦解除されたが、同日5時頃から県内各地で大雨が降り、読谷村で7時10分までの1時間降水量が96.5ミ、mm、リメートルを記録するなどしたため、大雨の基準で 再び特別警報を発表した。その後、台風は進路を東寄りに変えて、九州に進み、暴風域は消滅したが、中心気圧980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速秒速25メートルの勢力で、7月10日午前7時前に、鹿児島県阿久根市付近に上陸。九州を横断して10時頃に、宮崎県高鍋町に抜けた後、速度を上げながら、 四国沖を通過。18時30分頃に和歌山県南部に再上陸。和歌山県那智勝浦町を通信した台風は7月11日2時半頃に伊豆半島南部を通過し、5時前に千葉県富津市付近に再上陸したが、同日9時には福島県いわき市の東の海上に抜けて太平洋上で温帯低気圧に変わった。鉄道7月8日。 沖縄都市モノレールでは台風の接近に伴い終日運休した。7月10日、九州新幹線では熊本駅鹿児島中央駅間で始発から運転を見合わせた。神戸淡路ルト自動車道は午前9時半から須本インターチェンジからナルトインターチェンジ間で上下線が通行止めとなった。帰省線の特急、ワイドビュー南紀4本と飯田線の特急、 ワイドビューイナロ日本が運休、三宮線も運行を見合わせた。また、渚町の土石流で橋梁が崩落し、中央本線の一部区間で長期の運転見合わせが生じた。航空沖縄を発着する航空路線では、全日空、日本航空、日本トランスオーシャン航空、琉球エアコミューター、バニラエア、ジェットスター、ピーチアビエーション、日本国外の航空会社が8日は、 全便欠航となった。会社別の影響は、全日空では少なくとも13,750人、JTA は5,800人、ラックは876人の合わせて2万人以上。また、9日から10日にかけては、九州、四国発着便の欠航が相次いだ。その他、プロ野球、横浜 DNA ベイスターズは台風の接近のため、 7月8日の退巨人戦を7月7日の時点で試合中止とした。プロ野球の試合が前日に中止になるのは2004年のプロ野球再編問題に伴うストライキ以来、天候などの自然災害を理由としたものとしては、東日本大震災を除けば2000年9月12日の中日対広島戦以来である。台風が接近した7月6日以降の大雨と、 強風などにより、全国で3名が死亡、67名が重軽傷を負った。住宅の前半階17棟、一部破損は107棟で、床上、床下浸水は1384棟。山形県から沖縄県にかけての11県で約49万世帯118万人に、避難勧告が山形県、新潟県、岐阜県で約4000人に避難指示が出された。 沖縄地方台風による倒木沖縄電力の管内では延べ約198,800個で停電。うるま市では甘根根貝川が氾濫した。宮古島市では男性2人が海で死亡した。九州地方九州電力管内で延べ約167万5,000個が停電した。四国地方四国電力管内で延べ約29,800個が停電した。 愛媛県西洋市で10日朝、男性が自宅前の水路で倒れているのが見つかり死亡が確認された中国地方中国電力管内で、延べ約5万7千個が停電した。関西地方関西電力管内で、延べ約8200個が停電した。中部地方7月9日、長野県名義町読書にある木曽川支流の梨沢で土石流が発生。 民家10や国道19号を走行中の車両などが巻き込まれ、中学生1人が死亡したほか、JR 東海中央本線の義祖駅マイナス12県駅間にある線路の橋脚が流され、中津川駅上げ松駅間で終日運転を見合わせた。JR 東海の津部社長は、中央線の復旧には少なくとも1ヶ月以上かかると述べた。その後、8月6日に、 始発列車から運転を再開した。新潟県でも大雨により、新潟市西館区の1258世帯約4000人に、避難指示、同市秋葉区、長岡市、燕市の計3438世帯に避難勧告が出され、長岡市と新潟市の間の国道402号を、はじめ佐渡市など同県内19カ所で道路が通行止めとなった。 関東地方東京電力管内で、延べ約3800戸が停電した。東北地方7月10日、未明、山形県南陽市の吉野川が氾濫し、川沿いの2地区が浸水。東北電力管内で、延べ約2万6799戸が停電した。韓国のチェジュ島では7月9日に1万3000世帯以上が一時停電、漁船が転覆するなどの被害が出た。 ありがとうございます。